依存症の方とは変わりたくないわと思っていらっしゃるあなたも、依存症の方になんて興味ないわと思っていらっしゃるあなたも、いやー、依存症の人とどのように関わったらいいんだろう、何ができるんだろうと悩んでいらっしゃるあなたも、ぜひこの動画をご覧ください。きっと小さな発見あるいは、 大きな手ががかかりが見つかるはずです。よろししくお願いいたします。はいえー、まずですね依存症は隠れた病気といったところですねなかなかですねその依存症というのはですね、えー、こちらにありますように、えー、家庭での問題であったりとかですね、えー、心の病 えー、はたまたはもちろん体の病社会での問題といったところにですね深く根付いている部分があります。えー、例えばですけどもその心の病のところでいうとですね依存症というのはですね例えばうつ、えー、病を抱えていらっしゃる方がですねそそののののですねもうその気分の落ち込み の対処方法としてお酒を飲み続けている結果、えー、依存症にアルコール依存症になってしまうという場合もございます一方でその逆でですね、えー、お酒をまあ何かしらの習慣で飲み続けていくと要は脳内物質のですねバランスが崩れてくるので、えー、その結果、えー うつ病になってしまうような場合もございます、えー、そしてですね例えばそのまあ依存症のですねあの離脱期の部分この後説明はさせていただきますが離脱期の部分でですね、えー、幻聴や幻覚を、えー あの症状が現れる場合もありますそういった部分もですねあのそういう錯乱状態でですねご本人も例えば、えー、薬物を使いましたとかですねそういったこともですねなかなかお話しされない場合もあるので違反をするとですねその離脱期の幻聴幻覚のところだけを切り取ってみればですねもしかして統合失調症の初期症状じゃないのかっていうふうに、えー、誤って見てしまう場合もあったりしますので非常にですね依存症の部分はコロの病とはもう、えー もちろん、えー、深く結びついた部分がございますそして、えー、体の病ですね、えー、これはですねあの非常にお酒の部分は特にですね諸々、えー、もろもろの、えー、体に与える負の影響が、えー、大きいとされていますあの依存症というとですね 親ややもするとまあ精神科でといったところで見るのがえ当たり前じゃないのかというふうにも思われがちなんですけども実はですねえ総合病院であったりとかまあ内科であったりとか実はそういったところの方にですね実はえ肝臓の病気とかですねうん例えばですけどもすい臓であったりとかそういった実は病の裏には依存症が隠れているといったところもですねこれはあの珍しいことではございません。 えー、そしてですね、えー、家庭での問題ですねやはりこれはですねあの虐待の裏にですね DV の裏にやはり何かしらの依存症が隠れているっていったところもですね、えー、ある話ですし一方で、えー、社会での問題というのもさまざまなです、ね、その社会での問題というのはですねこういう依存症が実は隠れているといったところですね。しかし一番、あのー、悩ましいところはですねこういった 依存症がさまざまな、えー、ところに影響を与えているにもかかわらず、一見するとそれが依存症という病気はないように見えてしまうという。 そこがですね、非常になかなかより依存症というものを、えー、我々が、えー、気づいたりとかですね、そこから治療支援を展開する時に難しいものと、えー、しているところですので、えー、ぜひです、ねあのー、こちらを、えー、ご視聴の皆様先生方にはですね、この依存症というのはですね、いろんなところに隠れているんだという視点をですね、まず、えー、持って、えー、いただけたらと思います。この部分、川添先生いかか。がでしょうか そうですねえー、っとまあ依存症に対してのその背景がこれだけあるってところを考えると。 本当に、えー、僕自身が普段関わっている方々の中でももしかしたらこの依存症っていうところに当てはまる人っていうのはいるんじゃないのかなっていうのがちょっと頭の中に浮かんだんですけど、ええ、実際その診断がついてなくて、はい、あの実は依存症っていう方って多かったりはするんですかね。そそですすね、あのー、結構いいいらっししゃるると思います、ね、なるほどて、はい、て今あの我が国においてもです、ね、要はのの依存症の 前の対処、まあ要は予防であったりとか、はい、もっと言うとその教育の部分の普及、啓発ですね、もうそういったところからまあこれ、世界的な流れなんですけれども、うん、あの力を入れていこうといったところなので、うん、もうまさにこう依存症になってからの対処っていうのももちろん大事なんですけれども、はい、なる前にといったところですね本当にこう、えー、保険領域、医療領域、福祉領域でのやはりこう 展開が今必要となっているところだと思いますね。なるほど。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。